スバルの可変動弁機構は、富士中工業が製造するスバル車に搭載されるエンジンに適用されている可変動弁機構である。レシプロガソリンエンジンにおいて、吸排気量は燃焼室の吸排気口の開口面積と開弁時間、開口時期に依存する。4ストロークエンジンの場合、これらを決めているのは一般的にカム機構によるバルブ動作である。 リフト量で開口面積が作用角で開口時間が角度で開口時期が決まる。ところで、休排気の最適な量とタイミングは回転数や負荷によって変化する。しかし、一般的なカム駆動の動弁機構では運転状態に合わせてバルブの動作を変化させることはできないため、ある回転数に合わせてバルブ動作を設定し、そこから離れた。 回転域では最適でないバルブ動作を許容するしかなかった。これを解決すべく発案されたのが可変動弁機構である。スバルの可変動弁機構は大別すると連続可変バルブタイミング機構と可変バルブリフト機構の2種類に分けられる。連続可変バルブタイミング機構はアベックス、可変バルブリフト機構はダイレクト可変バルブリフト機構及びアイアベルズと名付けられている。 アベックスはクランクシャフトに対するカムの位相を連続的に変化できる連続可変バルブタイミング機構である3代目レガシーの DOHC なエンジンにて初採用された後に EJ20、EJ25、e、のターボエンジン、EG エンジン、アンデナナにも搭載された連続可変バルブタイミング機構というと日本ではトヨタの VVTI に代表されることが多いが アベックスの場合は、構成部品自体も、トヨタ系サプライヤーの伝送から供給されている。トヨタのデュアル VVTI と同様に、吸気側に加え排気側も変化させるデュアルアベックスが存在する。FB 型エンジンでは、吸気側に、油圧式可変バルブタイミング機構としては、初となる、中間ロック式アベックスを採用。指導性の向上と作動角度を拡大させている。 構成部品は、可変機構を組み込んだ、専用のカムスプロケットと、それを駆動する油圧を制御する、オイルコントロールバルブ及び油圧を伝える、油地からなる。EG30 エ,エンジンの、ダイレクト可変バルブ機構ダイレクト可変バルブリフト、機構は、バルブリフトを2段階に変化できる、可変バルブリフト機構である。前述の ABEX と組み合わされ、EG30 の、吸気側に採用された。 しかし、後継の EG36 では、旧配気ともにアベックスを搭載する代わりに、ダイレクト可変バルブリフト機構は廃止された。可変バルブリフト機構の代表は、ロッカーアームに可変機構を組み込んだ、ホンダノビテックであるが、ダイレクト可変バルブリフト機構では、ロッカーアームは存在しない。その代わり、バルブリフターに可変機構を組み込んでいる。この機構は、 ポルシェのバリオカムプラスで採用されている、可変バルブリフト機構と同一のものである。ロッカーアームを必要とせず自家出し機のままで、リフト量を変化させることができるため、重量とスペースの増加を抑えられるメリットがある。スペースが厳しい水平、対抗 DOHC エンジンに採用しやすい機構と、言える。この機構を採用した EG30 では、低中回転域において、 吸気にバルブそれぞれのリフト量に差をつけることで下流を発生させ燃焼状態を向上させている。これは下に延べるアイアベルズでも使われている。専用リフタと油地を切り替える電磁バルブ、油圧を伝える油地からなる。EJ25 サイチェシーエンジンのアイアベルズアイ、アベルズは可変バルブリフト機構である。シーヤで生産される。 レガシーの北米使用者に初搭載された。シーソー式、ロッカーアームに組み込まれた機構となるため主にサイチェシー、エンジンに使われる。現段階では EJ25 のサイチェシーモデルのみに採用されている。アイアベルズは、旧機にバルブの打ち方側のみ、リフト量を変化させるもので、低中回転域では片側を、ローリフトと下流を発生させ、燃焼状態を向上。 中高回転では2バルブともハイリフトとし重点効率を向上させている。なお最シーエンジンではカムの位相を変化させる可変バルブタイミング機構は基本的に使えないためアベックスとの併用はなくアイアベルズのみの搭載となっている。専用ロッカーシステムとオーブ、油圧を伝える油地からなる。ありがとうございます。